はい、お疲れ様でです。元つです。今回のお話なんですけどまたテレビ局がやらかしてるぞーっていうのはそんなお話なんですけど今回テレ朝が放送した内容がやべえぞーっていうことで炎上してるんですけどざっくりお話しするとなんと手の菌を使って。 で、ジュースを作ってですね、それを、まあ、飲んでもらってるお店を紹介してるんですよね。まあ、お店というかホテルなのかな。え、え、それを紹介してるという番組なんですけど、その内容がやばすぎるっていうことで、あの、医療関係の人とかがですね、それ食中毒になるぞーっていうことでね、指摘したりしてめちゃめちゃ大現状しちゃってるんですよね。まあ、最終的に、あの、保健所が入ったりするような話にもなってるんで、まあ、その件についてね、見ていこうかなと思います。元水のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので。 いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでもうすでに話題になりすぎて記事になってるんでねそれを見ながら、えー、追っていこうと思うんですけど素手でシロップかき混ぜ物議のホテル謝罪問題のジュースは提供中止保健所が現地調査へっていうことで、まあ、テレビ番組をきっかけとして保健所がね調査行くことになっちゃったんですよね、まあ、テレビで放送するのなんとか止められなかったのっていう話なんですけどねあまりにも不衛生な状態を普通に テレビで放送しちゃってるわけなんですよで内容なんですけど静岡県沼津市のホテル AWA 西伊豆が提供する高素シロップが手の 常在菌を使って夏みかんを発行しているとテレビ番組で紹介され衛生面を問題する声が相次いだ問題でホテルを運営する竹谷旅館が2023年4月23日に公式サイトで謝罪したということでこの手の常在菌それを使って でえー、シロップを作ってるっていうのがめちゃめちゃ話題になってるんですよね問題視された発酵シロップを使ったジュースの提供を中止したことも明らかにしたということで私どもの発酵に対する知識不足でということで発端となったのは二十三日放送のビートたけしのテレビタックルその中で AWA 西伊豆が提供する酵素シロップが取り上げられたって、えー、従業員がこちらが自家製の酵素シロップになりましてということで でまあ、その絵を見ていこうと思うんですけどこのツイートがめちゃめちゃ話題になってるんですよねテレビは相変わらずっていうことで、まあ、こうやってツイートされてるんですけど、まあ、写真見ていくとですねこんな感じでこちらが自家製の酵素シロップ夏みかんを発酵させたものだよっていうことでお,あお店旅館が紹介してるんですけどこんな風にシロップ使う作るんだっていうことで手の常在菌を使って発酵しましたって言ってるんですよえって 元光 <laughs>、まあまあ、普通の人だったら率直にえっって思うんですけど何それって手の常在菌 誰のかもわかんない手の常在菌で発酵したジュースを飲ませてるわけなんですよね。入浴15分前に発酵ドリンクを飲んで、えー、お風呂の前にこれを飲んでですね、そしたらデトックス効果が得られると言われてるっていうことで、こんな旅館を紹介してたんですけど、いや、明らかにおかしいでしょ。これ取材した時点で、え、これなんかやばいことやってないってなりそうですけどね。 うんまあ、こちら,ったらいいでさせていただきますねで、えーまあ、そういう放送があって従業員がこちらが自家製の酵素シロップになっておりましてって夏みかんを発酵させたものになりますと紹介手の菌の常在菌という菌を使って発酵させているので中に手を入れてかき混ぜてますね <laughs> という説明とと,ともに透明の瓶の中に入った夏みかんを手でかき混ぜる映像が映ったってむちゃくちゃだよね。 これ見たら、それは見てる人、テレビ見てる人からしたら、はぁ、あ、何やってんだーってなっちゃいますよね。で、その後、別の従業員が入浴15分前に発酵ドリンクを飲んで、水分を全身にめぐらせてから入浴するとデトックス効果が得られると言われているので、おすすめですと、出演者に説明するシーンもあるということで、まあ、酵素ドリンク、発、ま、酵、あ、ドリンクを飲んで、えー、その入浴したらデトックスがあるのかは、そうなのかもしれないですけど、 手,で手の常在菌手の菌で作ったそんな発酵ジュース飲みたくないよね。 でこれを疑問視するツイッター投稿が拡散し SNS では信じられないありえないなどと驚く声が相次いでる中には手の調剤菌を黄色ブドウ球菌などがいて食中毒の原因になりますと、えー、問題視する投稿もあったまたツイッターでは手の調剤菌が一時トレンドインしたーっていうことを言ってるんですけどこの話、えー、食中毒にもなりますよって言ってるのが、えー、医療関係の人なんですよね、えー、眼科の人なんですけど 手の常在菌は黄色ブドウ球菌などがいて食中毒の原因になりますよってそう医療関係の人がこうやって警笛を鳴らしてるんですよね。でねまあ、この方だけでなく他にもこちらのね、えー、脳の神経内科医の方手の常在菌で有名なのは黄色ブドウ球菌ですが黄色ブドウ球菌の食中毒では菌がは、えー、酸性した 毒素によって約3時間後に激しい腹痛、嘔吐下痢を期しますデトックスどころか毒を摂取する羽目になるよっていうことで、まあ、注意喚起してるわけなんですよね、まあ、医療関係者から見てもこれやばいぞっていうことが言われるわけですよ、まあ、もちろんこれに正解がないのかもしれないですけどただやばいことになる可能性も全然あるぞっていうことが指摘されるわけですよね、まあ、そりゃまあ見た感じでもちょっと不衛生だなって思いますもんね従業員の手突っ込んでその筋で 発行させるって言ったら普通の人はちょっとね嫌悪感抱くと思うんですけどホテルを運営する竹谷旅館は26日夕方公式サイトで謝罪ということでもう即謝罪してるんですけど私どもの発行に対する知識不足でこのような事態となりましたことを深く反省いたしておりますと述べ現在管轄の保健所様に確認をお願いし製造工程等につきまして現地にて確認をいただくこととなっておりますしかるべき指導を受けて厳正な対応してまいります ということで、まあくまで旅館としては悪気はなかったようなんですけどいやちょっと考えたら分かるくないかって思っちゃうんですけどねまたご指摘いただいております発酵ジュースにつきましては現在提供を取りやめておりますとし保健所の指導が入り次第今後の対応についても報告するとしているということで保健所案件になってしまうってテレビで放送されてね、まあ、ある種発覚したから良かったことなのかもしれないんですけどテレビが取材した時点でいやこれちょっと おかかしいいじゃないですかって普通はね言うべきなんじゃないのかなって平気でテレビで放送するって間違いかなって本光は思うんですけどただこの話ねあのホテルはあの悪気がなかったという風な感じのことを言ってるんですけどこのコ、えー高層ジュース いいうももののが結構ね何回か取り上げらられてるものらしいんですよね補足ですが以前に素手でかき混ぜる酵素ジュースのレシピが出回りましたが衛生上の理由から削除依頼が出ているそうですということで何回か話題になってる。 ものらしいんですよこの酵素ジュース手で混ぜるっていうのがね、まあ、だからホテルもそういうレシピを見てあこれいいじゃんってなっちゃったってことなんだと思うんですけどこれよくないことらしいんですよ既、まあ、に記事になっててね過去のもので2015年のものなんですけど消費者庁が酵素ジュースレシピを自ら削除発行を進めるため素手でかき混ぜるは衛生上問題っていうことで実は消費者庁がそういうレシピを進めてたらしいんですよじゃこの記事読んでいくんですけど消費者庁は2015 年6月19日レシピ投稿サイトクックパッドの同庁公式ページ消費者庁のキッチンに公開したレシピを即日削除したということで消費者庁がそういうアカウントでねレシピ出してたらしいんですよ削除されたレシピには発酵を進めるために素手で食材をかき混ぜるなど食品衛生上問題となる表現が含まれていた同庁は素手だとどのような菌が繁殖するかわからないとの指摘を町内で受けて削除したと明かすということで 元はといえば、実は消費者庁がやらかしてた問題らしいんですよ。まあ、それでいろいろ多分話題になってたんでしょうね。で、それが残った状態で、まあ、こういうホテルも、えー、同じことをやっちゃってたというふうな感じで、寄せられたレシピの掲載前チェックはせずって、チェックせず出してたの消費者庁が。道庁は19日、使い切り酵素ジュースのレシピを公開した。公式記ページは、食材の無駄をなくすというプロジェクトの一環で解説され、地方自治体などがレシピを寄せる。このレシピも兵庫県淡路 淡路島アートセンターによるものだって、まあ、ここが提供して最終的に消費者庁が出したってことねで材料は非常にシンプルで季節の果物と果物とほぼ同量の砂糖のみ作り方もごく簡単だとスライスした果物を清潔な瓶に砂糖と交互に重ね入れる36度の温度が保てる場所で瓶を保管し清潔にした素手で1日1度かき混ぜるかき混ぜた時にシュワーと音がして したら清潔なガーゼで液体をこすこれで完成だって素手でかき混ぜるのは手についた常在菌が発酵を進めるからとも知るし。 かき混ぜるプロセスの重要性を強調していると、まあ、これは絶対やらないといけないよって素手じゃないとだめなんだっていうふうに強調してるんですよねでしかしレシピは公開からわずか数十分で削除直後に同調の公式ツイッターアカウントは食品衛生上の問題が生じる恐れがあるものがあったと発表したということで炎上したのかなその時はなぜ削除したのか同調は j キャストニュースの取材に対しレシピ公開後食品安全の担当者から素手でかき混ぜるとどのような な菌が繁殖するかかわらないっていやこれ先にさその担当者チェック入れろよって感じがするんですけどで食品衛生上問題があると指摘されたからですと明かすレシピの公開前チェックは特に行っていないようで寄せられたレシピを順番に公開していたのでそういった手順は踏んでいないと 話したて。でも消費者庁のさレシピだからさかなり重いものになるけどねちゃんとチェックした方がいいと思うんだけどで手に付着する菌は腐敗や食中毒を引き起こすのも多く厳密な温度管理をしなければ雑菌だらけの酵素ジュースになりかねないちなみに酵素ジュースと同じタイミングで使い切り果物シロップのレシピも公式ページから削除されたがこちら使っていた写真が酵素ジュースと同じだったので誤解を生む恐れがあり一緒にさ 削除しましまたという果物シロップはごく一般的な果物の砂糖漬けで食品安全上問題ないようだとで食物の酵素を摂取すると。 えー、健康維持につながるという理論はアンチエイジングや病気予防、えー、ダイエットとも結びつき数年前から流行しているあそうなんだ食品衛生や生物学の専門家による科学的根拠がないとの批判もある一方ネットやテレビ雑誌では今も頻繁に取り上げられているということで2015年の時点でもこういう感じだったんですよねでクックパッドをはじめとするレシピサイトには手の菌で酵素ジュースを作るレシピが今も大量公開されているってあ消費者庁がやり始める前から いいっぱいあっぱあたんだねこういう手の菌で酵素ジュース作るっていうのが。でしかもねこれを作ると他のところでも引っかかる部分があって酒税法違反となる可能性もって実は2012年にも同じような騒動が起こってる。え何回もこれでもしかして炎上してんのでニュースサイトに k ウーマンオンラインが2月16日に公開した記事塩麹と並ぶ人気酵素ジュースの作り方の一部表現がネット上の指摘などを受けて訂正された訂正箇所は今回と全く同じで基本的には自分の手についている常在菌でオリジナル発酵させるが基本的には常在菌で自然に発酵させるに書き換えられたということで自分の手についている常在菌っていうので最初出してたということなんですよねでまた衛生面の他に ネット上で指摘されているのが酒税法違反の可能性だ仮に適切な手順を経て発行すると場合によってはアルコールが発生する酒税法ではアルコール度数1%以上の飲料の無免許製造を禁じているっていうことで、まあ、要するに発行することによってアルコールがいっぱいでも出たら、まあ、許可をもらわないといけないわけなんですよねしかもそれを今回の場合だったらホテルで提供してるわけだから下手したらもうここに引っかかるんですよ なのでホテルの営業としてもちょっとやばいところがあるわけなんですよね別の観点からもまあでもねシンプルにこれ見てお っっっって思ってて思るのはちょっと間違いかなって、まあ、ホテル側もそうなんですけどテレビ局も取材に行っておこれいけるるじゃんってなる <laughs> 一回テレビ局側でチェック入れようとか思わないのかなってだってチェック入れたらもうすぐこうやってニュースが出てきたりするんですよ何回か炎上してる話なんですぐわかるのに、まあ、そのまま出しちゃうということなんですよねテレビ局の仕事についてもずさんだなって思っちゃいますけどねということでネットの意見も見ていこうと思うんですけどっって言って言も 雑菌だからねってせめて調理に必要な菌だけ配合してきちんと衛生管理するならまだしも素手をそのまま突っ込むのは食品製造としてありえないっていやそうだよねまあ仮にだけど家でさ自分で交差ジュース作りますとかだったらまあ自己責任だからいいかもしれないですけど。 これね、ホテルでやっちゃうのはちょっと違うだろうってなりますよね。ちゃんと工程を踏んだそういう酵素ジュースを売りなさいよってなりますよね。まあ、こっちらもいいね、させていただきますね。とか、あと、これ注意喚起のための放送それともこれいいな、航者ならっていうことで、中にはですね、このテレビ朝日の放送、わざと出してるんじゃないのかっていう意見とかがあったんですよ。いや、さすが それはやらないだろうってまあわざと出すことによって世の中に注意喚起をするという新しい放送の仕方じゃねえかっていうふうに言われてたりするんですけどいやそれちょっと無理があるからってそれともこれいいなんていうことでまあ校でしょ。 あのやっぱりいいと思ってるからテレビ番組としてこうやって放送してるんでしょういやそれだったらアウトだろうってうねそんな意見があったりします、まあ、もう後者じゃないとだって放送しないでしょ普通とか、えー、他にはこれはひどいってわざわざ手の常在菌を使う利点って何なんだろうって有害菌のリスクしかないと思うんだけどね、まあ、そうだよね本当にちゃんと発行させたいんであればちゃんとした工程を取ればいいだけなのになんで手の常在菌を使おうっていう発想になるんだろうね とか、えー、他には、妻、医療職に見せたら、ただ一言は汚い、全くオブラートに包みません、ということで、まあ、医療関係の人からしたら、もう明らかにアウトだ、っていうようなね、そんな意見があるみたいですね。まあ、元光も飲食店で働いてますけど、飲食店で働いてても、いや、これは衛生的に絶対ダメだろうって、普通は思いますよね。うん、まあ、飲食店じゃなくてもそうか。 例えばハンバーグとかこねるとかだったら手袋とかしますし普通素手で食材をたまに触ることはありますけどちゃんと手洗ってますしそんなベタベタ触るときはちゃんと手袋をするっていうのが基本的な流れだと思うんですけどねこれ謎だなと思いますとか他には「うわこれはいかんでしょう」って自分だけで消費するならまだしも商品として売るには危険だって聞いたことあるのでは人間の皮膚にもやばいバクテリアはいて常在菌とバランス 取れてるから無害でいられるってこれはそのバランスもなくなるんじゃってま気になって何がいるかわかんないもんね綺麗にしてたとしてもまあ、だからやっぱり自分でねあの作って飲む分にはもう自己責任だけどやっぱお店として出すのやっぱ違うよねこちらもいいねさせていただきますねということで今回はテレビ遊びのテレビタックルがチャレンジをしちゃってるっていうのはそんなお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思いますもとみつのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました